で2失点124球でした、特に初回に2点を失いましてフォアボールをきっかけに3連打押し出しのフォアボールというのもありました。そういった意味では辻ワンツーから打ってサードゴロ平野です。大下さん、まあ、西武もですね、はい、入ってるんですがまだこの足を絡めたりつながった打線でダダーンと行くのがないんですね。確かにおっしゃる通りですね。西武のいやらしい点の取り方はまだこのシリーズ。おっとデッドボールでガラッと変わってきますからね。サードハウエル一塁送球二塁。素晴らしいものを持った選手ですからね。長い時間話し合いをしたそうです、まあ、とにかく今のバッティングは左肩が入りすぎていてボールを斜めから見ているんだと、まあ、技術的なアドバイスもしたそう。思い切ってバットを振るというのは難しいんだけれどもよくバットを振っている。お褒めの言葉を。大きな当たりだ。戻ってきた荒井飯田、富樫の橋上と、まあ、足の速い選手ばかりなんでね、まあ、こういうところの実績を見ても、まあ、偉大な選手ほどの基本を繰り返す、ね、もうシリーズ終わっちゃいますからね、はい、やっぱ怖いですよ。これもハウエル。おっとここで田辺がスタートを切りました。辻の当たりはセンターフライ。慌てて田辺が U ターン一塁に戻ってきますがこれ